1159年平治の乱、源義朝率いる源氏と平の清盛率いる平氏が争った戦いは、平氏が勝利し、平氏こそ最強の武家であることを証明する。兵士に勝利をもたらしたのは、不思議な輝きを放つ宝石を身につけ、神がかった驚異的な力を発揮した数人の武将の活躍だった。貴族の時代が終わり、世は兵士を中心とした武士の時代を迎えようとしていた。兵士の対抗勢力としては、奥州平泉で権勢を誇る藤原の秀衡、義朝の無念を晴らそうと鎌倉で力を蓄えつつある源頼朝があった。貴族に代わり力で天下を取った平氏の支配は横暴を極める。京の町に住む人々は不満を募らせ、他勢力による兵士打倒を期待するようになる。しかし、兵士を倒すことになるのは秀衡でも頼朝でもない一人の若者だった。天鋼があるとはな。兵士の者が何のようだ。恐れを知らぬ奴よ、悪いことは言わぬ。おとなしくその石を渡せ。兵士の願いなら何でも叶うと思うのか。渡さぬつもりか。
若者の子はやはり愚か者か。おい、お前は一体。いたぞ、こっちだ。仕方がない。
よくいらっしゃいました義経殿。想像通りのお方で安心いたしました。私の名は喜一方言、またこの者が乙彦でございます。我らは玉入り人と呼ばれる一族、兵士を倒すために戦っております。兵士を、この石は天鋼と呼ばれるものでございます。天鋼、火事の神主権天から授けられた神秘の石、カムイと呼ばれる恐るべき力を人に与えます。カムイ、天鋼を扱えるのは義経殿のような特別な方だけでございますが、兵士の中にも数人そのような人間がおります。それこそ兵士が圧倒的な力を持った理由。今や貴重な天鋼を持つ者は兵士以外にほとんどおりません。この石は父の形見と言われ、幼い頃から身につけてきたもの。それがなぜ。義経殿は本当の父君のことをご存じか。本当の、俺が生まれてすぐ死んだ下級貴族だと聞いているが。それは兵士を欺くための方便に過ぎません。これは源氏の紋章。義経殿の本当の父君は平氏の乱で兵士と戦って敗れた源氏の棟梁、源義朝殿なのです。そんな話を急にされても。戸惑うのも当然でございましょう。しかし義経殿が父義朝殿の意志を継ぎ、兵士を倒すことは宿命なのです。兵士を倒す。天鋼を持つ者を倒せるのは天鋼を持つ者だけ。義経殿、我々の戦いに力をお貸しください。すぐに答えを出せと言っても無理な話かもしれません。しばらく我々と共にお過ごしください。そのうちに戦いの決意もできましょう。